きチャンネル。こんにちは。さあ、ドラフト通信簿中日ドラゴンズ編でございます。はい。ね、まあちょっと今年もね、まあ今現状この3連戦で最下位に落ちる可能性もありますけども、今最下位争い、はい、っていう中で、昨年のドラフト渡来を外して、次、日下君、はい、亜細亜大学行って。で、くじ引きで当たったと、はい、しかしトミー・ジョン手術で、まあだから山崎伊織みたいになればいいよね、頑張れてね、そこからね、でそこから2位、津田、はい、辻元、福田、羽生、加藤っていうね、はい、選手たちを、取ってきましたけども、昨年の評価、ね、評価は B ですと、ロッテのガチャシステム導入と、はい、内野手ガチャ、ね、二遊間ガチャ、発動しましてですね。内野手同じキャラ多すぎ問題っていう、はい、ほぼ同じキャラや遠目でユニフォーム着てなかったら、もう誰か分からへんね、で、外野手は取った方がいいと思ったけども1人も獲得してないし、戦略が分からないと、ね、今年のドラフト評価がいいかどうかは、津田辻元次第っていうところで、はい、蓋を開けてみて、まあ、今年ほぼもう100試合以上経ってますけども、はい、二遊間、村松、田中です。はい、1個前のドラフトですよね。1個前見てみる、もうついでに。じゃあこれ2022年ね、ドラフト1位中地君ね、単独指名でいって、2位村松、森山、山浅、浜、田中幹也、福永、ここの内野手ここ頑張ってるな。今サード福永もなめっちゃ頑張ってるし、もう石川がもうファーストになってもんな、気づいたら。ここ頑張ってるでって考えたらよ、俺はもうだから1年目で当てるの難しいやん、育成まで考えようよね。誰を育てていくかで我慢しとけばよ、この2人が今後どうなるか分かんないよけども、違うポジションいけたんちゃう、いきましたよね、もしくは上位で違うポジションいって下位に残ってたら下位で取るとかいけたんちゃうね。結局津田選手は13番目に取ってるわけですから、1番選手は1番と13番目に去年取りになってるドラゴンズは。じゃあちょっと見てみる、津田君、今年1軍は密室出場ね、2軍で2割1分4厘、ホームラン0本ね、まあ修行やな、67試合は出てますね。まあ高卒から社会人だから21歳でプロ入れてるから、まあ若めにはね入れてるから、まあここから修行だね。はい。で辻元ね、一応上がってきてたよねこの前ね。この前。8打数1安打1割2分5厘で、2軍では2割1分6厘、ホームラン0本。一緒なんですよだから。だから言ってんじゃん俺。キャラかぶり多すぎっていうね。そうですね。一緒でしょ。特徴も一緒。一緒なんですよ。で俺最近思うのが村松、俺高橋由伸さんに影響されていっちゃうかっていう。そうなんです。そうです。そうだ。おっしゃる通りです。めっちゃ似てるよな。高橋由伸さんのことをすごい崇拝してて、で今年解説に来られた時に立浪さんと一緒にこういろいろ聞いてました。そうです、おっしゃる通りですね。めっちゃ似てんねん。あ、そんな似てます？めっちゃ似てる、打ち方がもう見ただけでわかる。だからまあね、田中幹也もまあ途中ちょっと離脱もあったけどね、まあでもちょっと打率落としてるよ、2割1分クリーンじゃきついよな。これだとサブプレーヤーになっちゃうよね。出だし良かったけどね、かなり最初打ってたから、おバッティングもいいじゃんって思ったけどね、3月2割7分3厘、5月2割6だから、そこからどんどん落としちゃってね、なかなか、あとやっぱちょっとまだ体力ないかな、こういったところで落ちていくってことはね、でも福永が今頑張ってるから、2割7分6厘、ホームラン3本、打点22、81安打。頑張って残り試合で100本いきたいね、目指せ100本で、2軍でも3割6厘打ってるからね、2軍でやっぱりここね、3割前後打つかホームラン量産するかじゃないと、なかなかねっていうところもあるけども、でも結構この年でやっぱ内野固まりつつは今のところあるんですけどね。でもこれ続けなきゃいけないから、そうですね、監督が使い続けないと続かないですもんね、我慢ね、だからまあ我慢させるのがなければね、で途中村松もちょっと離脱ねした時もあって、リュークとか上がってきたけどね、だから俺言ってるやん、石垣もトレード出したれっちって、トレード出した方がいいっていうねところでね、使わないんだったらこれ全滅するパターンあるな。去年のドラフト、今年のルーキー、だってここら辺が固まっちゃった。だからこれが一番怖いのよ、はい、ガチャを発動すると、うん、誰かがハマったら他の選手いらなくなんねん、で同年代だしね、うん、でそうなってくるともうクビにするかトレードに出すしか、うん、もしくはもう外野にコンバートさせられるようになってくる、はい、でもそれでも打たなきゃいけないからね、うん、結局ね。でそうすると結局ここがでもこっち薄い、もうなんか自転車商法になってくれ、うん、だからそこら辺はちょっともうちょっと、まあ、気持ちもわからんでもないけども、はい、まあ、こう見てるとね、分析結果でいうと、うん、我慢って必要やな。そうですねやっぱり使い続けるとかね、うん、やっぱ、うん、取ったんやから1年ダメでも、はい、まあ、3年4年、だって俺も5年目だからね、はい、うん、だからそういったところのね、やっぱ我慢っていうのも必要かもわかんないよね。だからそのいなくなるまで放置してたらダメだね、うんうん、誰もいなくなるまで放置するから、やっぱり、ね、ドラゴンズの一番まずかったのは、うん、落合さんの黄金期の人たちが一斉に辞めたことだね、うん、一気にいなくなりましたからね。谷繁、森野、はい、井端、荒木、うん、和田とか、もうあそこのメンツが同時期ぐらいに、はい、同じ年じゃないけど同時期ぐらいに一斉に辞めちゃったから、うん、もうそこの生き残りが大島だもんですよ。その頃の若手っていう、そうそう、その頃の若手の生き残りが大島だけで、はい、他全員ほぼいなくなったのよ、うん、で結局キャッチャーも困る、二遊間も困る、だって、うん、しかも落合さんはずっと出し続けるから、はい、予備とか作ってないわけよ、うん、正直で元気でみんな出続けるから、うん、結局レギュラーと2番手以降の差が秋に空いて、うん、でも2番手控えてんのも結構年いってる人たちだから、うん、全員いなくなるっていう、ね、うん、確かに。だからどの上ぐらいが本当はもうね、バシッと来なきゃいけなかったけど、うん、結局試合も出れないからね、うん、結局バックアッパーだけになっちゃってっていうところもあるけど、ただでも日本ハムとかもチームって結構入れ替わってるじゃないですか。もうこの3年ぐらいで選手って新しくなってるじゃないですか、うん、でも全員若い。そうですね、うん、であと使いまくるやん、はい、やっぱ使いまくらなあかんよな。そうですね、だから日本ハムで思うのが、やっぱ弱いチームは、中途半端に勝ちにいったらあかんわ。もうなるほど、割り切って割り切って、もうその中途半端に勝ちに行くから、やっぱ目先の勝ちが欲しいから、中途半端なベテランとか使っていくやん。でももう割り切って最下位上等っつって、もう行くぜっつって、もう全員使って全員チャンス与えて、崖から這い上がってこいっつってって言った方がいいのかもわかんないね、新庄さんの見てると。この3年間見てそう思ってたと思いましたね。だって新庄さんの1年目なんて、もうアクロバティックなことやりすぎて、ノーアウト満塁からエンドランとか、もうありえへんやん。でもまあ新庄さんも監督として試してみたんだろうね、そういうことをね、どこまでできるかを、思ってることがリアルなのか、それは幻想なのかをいろいろやってみて、別にチームが負けても怪我人以外は全員一軍で使うっつって使いながら。でいろいろ試して、そこから競争させて、でそれを 1,2 年間やって、だから今年そんなトリッキーなことやれへんやん。やってないですね。だからそれを割り切ってやったことが、選手の成長が促された可能性もあるからね。だからやっぱりドラゴンズの一番俺がこの3年間見た中でまずかったのは、中途半端に勝ちにいってることやな、やっぱり全部。そこがこれがなかったんちゃうかっていう、あとやっぱりそのキャラかぶりで多すぎるっていうね、まあ勝たないといけないのが勝負の世界なのでね、割り切るの難しいですよね。そう考えたら脳天がすごいですね、3人をパッと切った。本当にすごい。だから弱いチームにベテランはいらんねん、正直ね。あれはすごい。で中日ね、去年6年ぶり1位を外して、ずっと引いてたんだね。投手は先発なんか次1人でも多い方がいいと、今年は点も取れなかったので強化しないといけないと、ドラフト補強に80点って、80点だって。高校生の福田君もいいですよ。そうなの、はい、福田幸之介君、履正社2.86、おいいね、1年目としてはね、いいね、いい感じだね。羽生君は羽生君1軍で何試合か投げてますね。もうね、大差で負けてる時に2軍でも6点台だね、防御率。4位加藤、2軍で 6.48、これはもう修行やな。そうですね、そういった意味でもね。じゃあちょっと近年のドラフト見てみよう。21年ブライト鵜飼、石堀、宮、星野、奥本、最近ブライト出てるけどね、出てますね、ライダーとかブライトね、たまにおーって打つけどね、たまにね、たまに。その前が高橋宏と森、龍空、福島、加藤、三好で、下位に上田と松木平、高橋宏ともスーパーエースだからね。その前が石川、橋本、岡野、郡司、奥林、竹内、根尾、梅津、勝野、石橋、柿越、滝野。その前が鈴木、石川、高松、清水、伊藤、山本、柳、兄弟、石垣、笠原、藤島、丸山。問題分かりました。はい、野手がほぼ引けてない。ああ、確かに1位の当たりってなってる人みんなピッチャーですもんね。ドラフト3位までの野手で、うわーってなってんの。どこまで変える、どこまで変えるかな。いや、もう2005年の平田になっちゃうんだけど。そうですよね。ドラフト3位までの野手でもっていう、20年前平田の前だと福留になっちゃうんだけど。98年、俺と同期だよ。福留の前見てみる。だから95年でいうと、荒木、門倉さん、ね、藤井、渡辺さんでしょ。で96年が小山さんだ、森のね。で97年が謙信さんに庄司さんで井端さんでしょ。で高橋光さんとか代打の切り札だったね。で98年、福留岩瀬、小笠原、秀則でしょ。で99年、朝倉。この頃のドラフト最高じゃないですか。だから強かったじゃん。だってほぼレギュラーだからね。野手がね、そうですね、下手だね。上位でどこも引けてないよね、結局は。1位のピッチャーはみんな今のローテーション入ってますからね。いい感じでね。だから本当はこの2011年の高橋周平がグッてね、グッて光り輝いた時もあったけどね、なんかちょっとねっていう、絶対的な、じゃなんか良かったり悪かったりみたいな感じだからね。石川昂選手も1位ですからね、ここも頑張ってほしいですね。そこら辺がやっぱりうまく勝ってきたら、また強いドラゴンズが帰ってくるから、ドラフトしか入れなあかんな、特に野手やな。でも、今年のやつはね、近日公開予定なので、そちらをね、ご覧いただきたいと思います。ということで、ドラゴンズ編でした。